誰もいない海、二人の愛を確かめたくて。おはようございます。釣りワゴン17歳です。今日はね、岸和田の一文字渡ってます。でご覧の通りね、貸し切りですね。はい、であのここ、まあ、あの岸和田なんですけどね、旧一文字です。であの見えるかな、沖の北とかね、まあ、沖の南はもう連日の超満員ですんで、まあのんびりできますね、旧一文字。今日はここで、飲ませ釣りをしてですね、でそろそろちょっとね、ワンオーの方でもかなり大型のブリとかが上がり始めてますんで、まあ、ちょっとブリにも期待しつつやってみようかなと思いますね。ということで最後までご覧ください。で今ね、まあ沖向きに1本飲ませ入れて、で内にも入れてます。はい、まああの内か外かね、どっちに回ってくるのかちょっとわからない、ね、で人も全然いませんので、何本出そうが、ね、誰の迷惑にもなりませんので、フリーダム、フリーダム旧一文字。案外ね、うちの方がいい時もありますね。特にこれから寒くなってくると、うん、ベイトがもうこっちの内側に入ってくると、こっちばっかり、内側ばっかり釣れるってのも過去にありますんでね、あんまり外向きにこだわる必要はないんじゃないかなと思います。ここね、旧市はね。じゃあ当たり待ってる間退屈なんで、ルアーも投げてみましょうか。飲ませ2本入れてルアーもできるっていう、パラダイスやん、パラダイス。北でこんなんやったらね、もうどやされますからね。はい、で人気のない旧市なんですけどね、今ガーミン魚炭をね入れてみました。まあ、こんな感じで、赤灯の船着きのちょうど沖ぐらいなんですけども、軽くキャストすると水深が 8.5m ですかね。今日ちょっとあの潮が高いんでね、まあ、普段はまあ 8m ぐらいのとこですよね。うん、まあそんな感じで、で何も映ってないんですけどね、さっき投げた時にちょろっとね、6メーターラインにベイトらしき影が映ったんで、ちょっと今棚をそこね、6メートルだからまあ4ヒロですね、取って浮きを流してます。いやでもブリはないな。もうね、人がいないからタモ入れも頼めないっていう。じゃあ強烈、さあそろそろ顔を見せて、どうですか今、よいしょ、
いや目白やね、よう引くけどな。はい、置いて、よいしょ。あ、目白やね。入れ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 、入ったか、入ったね。オッケー、オッケー、よいしょ。65やね。はい、65センチです。めっちゃ声通んな。これうまいやつですよ。はい、メガディス鱗付けの一本は65センチのメジロちゃんでしたね。やったね。はい、ということで今日はこれぐらいにしておきましょう。まあ、今日は7時便で渡ってきてですね、実質1時間ちょっとしか釣りしてないんですけども、まあ、なんせ人がいないんでね、釣れてるか釣れてないかわからない、はい、なので、もうガーネの情報だけを頼る、まあ、ほとんどガーネ真っ青だったんですけども、一瞬ね6メーターラインになんかベイトらしきものが映ったんで、花をそこに合わせて流してみたら浮きが沈んだというところでの、本当ガーミンなかったら今日は釣れなかったです。はい、まあこんな感じで91もね、まあ魚は回ってきてますね、人がいないだけでね。だからまあ飲ませをするんであれば、こういう本当ね、隣ね気にすることなく、もうゆっくり浮き流す方が釣果につながることもねあると思いますので、まあ、ルアーされる方はね、沖の北とか南ですよね、もう今すごいみたいで、ね、大爆発大フィーバーしてるみたいなんですけども、飲ませされる方はこういうね人気のないエリアでのんびりしてね、うん、まあまあ魚が回ってさえすれば全然釣れますので、まあ、それも一つの手かなとは思います。はい、で今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。好きなんだもの、私はいい。